よし、授業の準備はこれで大丈夫。でも今日は早く着きすぎちゃったかな。みのりちゃんもまだ来てないし。あ、そうだ、放課後の練習は新しい曲をやるんだよね。先に聞いて。すごくかっこいい。この曲をアレンジするなら、こうじゃなくて、もっと頭の部分を力強く。こっちかな。ソロで歌う部分はもっと。お花ちゃん、おはよう。あ、みのりちゃん、おはよう。今日も元気だね。うん、今日は次の企画会議があるからね。今からすっごく楽しみなんだ。小羽ちゃんは何の曲を聴いてたの？今日の放課後、チームのみんなと練習する曲だよ。どんな風に歌おうか考えてたんだ。そうだったんだ。小羽ちゃんのチームの人たち、すっごく歌うまかったよね。ファンフェスタの時も、私が自信ないパートをズバッと指摘してアドバイスしてくれたし。みんなすごいよね。私もいつも頼りにしちゃってるんだ。そういえば、白石さんってはるかちゃんの幼馴染なんだっけ？あ、うん、確かそう言ってたよね。いいなあ、昔のはるかちゃんを知ってるなんて。はるかちゃん、どんな感じだったんだろう。って、あっ！どうしたの？昔のはるかちゃんについて教えてもらう約束してたのに、聞きそびれちゃった。私が知らない頃のはるかちゃんを知れるチャンスだったのに。あ、じゃあ、え、いいの？あ、でも悪いよ、練習の邪魔になっちゃうと思うし。練習の日じゃない時に聞けば大丈夫だよ。今度みのりちゃんや桐谷さんと一緒に遊びたいなってあんちゃんとも話してたんだ。それに私も昔のあんちゃんの話を聞きたいな。小羽ちゃん？あ、ううん、なんでもないよ。遊びに行けるかあんちゃんに聞いてみるね。うん、ありがとう。私もはるかちゃんに話してみるよ。あ、ねえねえ、遊びに行く場所なんだけど。たちと遊びに？うん、実はこの前、小羽ちゃんと白石さんとはるかちゃんで一緒に遊びに行きたいねって話してたんだ。ショッピングしてお茶をして最後にフェニランのナイトショーを見に行くのはどうかなって。わー、面白そう。とってもリラックスできそうだわ。そうね、たまにはプライベートの友達と楽しんでくるのもいいんじゃないかしら。しかもフェニランのナイトショーって今すっごく話題になってるし、いい勉強になるんじゃない？へえ、そのナイトショーってそんなにすごいの？ええ、テレビで何度か特集が組まれていたけれど、演出が素敵みたいなの。日によって演出とか演技が変わったりするみたいだし、何度言っても飽きないって話題になってるのよね。わあ、すっごく面白そうだね。うん、それにね、小羽ちゃんが教えてくれたんだけど、一番最初のショーはみくちゃんの大きなホログラムが出てきたんだって。本当にサプライズの演出だったから、すごく盛り上がったみたいだって聞いたよ。まあ、素敵ね。演出の参考にもなりそうだし、見てみたいわね。
見たら感想教えるね。わーい、ありがとう、みのみちゃん。どういたしまして。はるかちゃんどうかな、もし予定がなかったら。うん、すごく楽しそうだと思う。私もナイトショーは見たことがないし、行ってみたいなと思うけど。でもいいのかな、次の配信までにもっと練習量を増やしておきたいし、企画も考えるとなると遊びに行くのは。はるかちゃん、そうそう、休めるときなら休まなきゃね。え？ああ。はるかちゃんはいつも頑張っているもの。少しくらい遊んできたらどうかしら。そうね。企画は私たちがしっかり考えておくから、気にせず楽しんでらっしゃい。ごめん、みんな。じゃあ、そうさせてもらおうかな。みのり、誘ってくれてありがとう。一緒に行ってもいい？うん、もちろん。今日の練習も気持ちよかったね。うん。あ、そうだ、あんちゃん、今度の日曜日って空いてる？日曜日？うん、空いてるけど何かあった？実はみのりちゃんと桐谷さんと一緒に遊びに行こうって話をしてたんだ。この間あんちゃんから桐谷さんの話を聞けなかったってみのりちゃんが落ち込んでたから、みんなで遊びに行くのはどうかなって思って。あ、確かにそうだったね。みのりちゃんたちと練習するのが楽しくてつい忘れてた。でもみのりちゃんって本当にはるかのことが好きなんだね。うん、そうみたい。はるかの方もみのりちゃんのこと大好きだしなんか微笑ましいな。よし、じゃあ4人で遊ぼっか。みのりちゃんやはるかと会うの楽しみだな。ありがとう、あんちゃん。それじゃあ日曜日をよろしくね。ごめんね、お店の準備手伝ってたら遅れちゃって。大丈夫だよ、今着いたところだから。よかった。じゃあ改めて今日はよろしくね。うん、よろしくお願いします、白石さん。ああ、名前でいいよ、一緒に遊ぶんだし名字だと硬いじゃん。よろしく。名前でか。じゃあ、あずさわさんが良ければ私もそう呼びたいな。あずさわさん、いい？うん。じゃあ、ごはね、よろしくね。え？あ、うん。こちらこそ、はるか。あれ？もしかして小羽ちょっと照れてる？だってわかるよ、小羽ちゃん。はるかちゃんすごくかっこいいし可愛いもんね。私も今は慣れたけど、最初名前で呼ばれた時はドキドキしちゃったな。そんなに？小羽ってば、はるかにドキドキしてるんだ。あれ、アン、もしかしてやきもち？やきもちっていうか、小羽をドキドキさせるのは私の歌だけでいいの。あ、アンちゃん苦しいよ。二人ともすっごく仲良しだね。そうだね、アンは昔から誰とでも仲良くなってたけど、
ここまでべったりしてるところを見るのは初めてかも。そうなんだ。当たり前でしょ。だって小羽は私の相棒だし。あんちゃん、じゃあ遊びに行こうか。みんな今日は楽しもうね。うん。可愛いね。わあ、本当だ。このお店すっごく可愛い服が多くて悩むの。このお店、みのりちゃんと小羽に似合いそうな服が多いよね。そうだね。あ、このブラウス、みのりによく似合いそう。みのり、ちょっと重ねてみて。こう？どうかな。うん、やっぱりすごく似合ってる。本当？はるかちゃんに褒めてもらえるなんて嬉しい。私、この服買ってくるね。嬉しいけど、そんな簡単に決めていいの？いいじゃん、はるかコーデ。私もその服好きだな。あ、小羽、このシャツ合わせてみて。絶対似合うから。こうかな。やっぱり可愛い。今着てる服の雰囲気にぴったりだし、すっごく似合ってるよ、小羽。そうだ、あのスカートとブーツも合わせてみない？こうなったら小羽を全身コーディネートしちゃおう。あ、でもあんちゃんは自分の服見なくてもいいの？私はストリート系の服の方が好きだからさ。いつもショッピングモールじゃなくてセンター街で買い物してるんだよね。そうなんだ。可愛いと思ってこのお店に入っちゃったけど、あんちゃんに悪かったかな。あ、じゃあ次はあんが好きなお店に行かない？どんなところに行ってるのか気になるし。私の？あ、私も賛成。いつもとは違う服も見てみたいし。私もあんちゃんがよく行くお店行ってみたいな。じゃあ行こっか。こっちだよ。ここがアンがいつも行くお店か。すっごくかっこいいね。うん、どの服もアンちゃんに似合いそう。ありがとう。せっかくだし、みんなも気になるのあったら合わせてみたら？そうだね。じゃあ私はこのワンピースにしようっと。鏡鏡。みのりちゃん、どうしたの？うん、なんか違うような。そう？可愛いと思うけど。私もそう思うな。きっと普段着ないような服だからいつもと違って見えちゃうのかもしれないね。そうかな。みのりちゃんの気持ちちょっとわかるかも。私もあんちゃんみたいにかっこいい服を着こなしたいんだけど、しっくりこなくて。やっぱり私が子供っぽいからかなって思っちゃうんだ。そう、小羽ちゃん、その気持ち。この服もちょっと子供っぽく見えるかなって考えちゃうんだよね。二人ともそんなこと考えてたんだ。私は全然似合うと思うんだけどな。うん、そうだね。それに今着てる服も二
二人らしさがあるし、似合ってて私は好きだな。はるかちゃん、はるかちゃんに褒めてもらえるなんてすっごく嬉しいよ。この服一生着続けるね。それはやりすぎかな。そうだ、あんちゃんとはるかちゃんは気になる服とかあった？うん、私は何個かあったよ。はるかは？私はあんまりこういう服着ないから、どれがいいのかわからなくて。じゃあ、こっちのシャツはどう？多分はるかがいつも着てるような服に合わせやすいんじゃない？はるかちゃんに似合いそう。うん、私もそう思う。みんなが言うならちょっと着てみようかな。すみません、少し試着室を借りますね。あ、じゃあ私も試着しちゃおっと。隣の試着室借ります。ワクワク。じゃあ着替えてきたよ。こういう服あんまり着ないんだけど、どうかな？似合ってる？すごい！すごいよ、はるかちゃん！いつもの服も素敵だけど、今のはるかちゃんもかっこよくてすごい！何着ても似合っちゃうなんてさすがだよ！褒めすぎだと思うけど、ありがとう。嬉しいよ。あんちゃんもすごく似合ってるよ。ちょっと憧れちゃうな。私はいつものお店だし、いつも通りだけどね。でも、お花に褒められると嬉しくなっちゃうな。あれかも似合ってるじゃん。すっごくいい感じ。ちょっと新鮮な気分だな。たまにはこういう服もいいね。二人がこうして並んでるとすっごく絵になるな。かっこいい、かっこいいけど。お花、どうしたの？え、あ、なんでもないよ。二人ともかっこいい服が似合うね。なんだかモデルさんみたい。それは言い過ぎ。でも嬉しいよ。ありがとう。だろう、ちょっと胸がモヤモヤするような。みんなお待たせ、買ってきたよ。おかえり、あんちゃん。いい服が見つかってよかったね。じゃあ次はどこに行く？もうお昼の時間だね。ほんとだ。じゃあどこかでご飯食べよっか。賛成。ちょうどお腹も空いてきたし、それにみのりちゃんに昔のはるかの話する約束もしてたしね。あ、それすっごく聞きたいです。私の昔の話って、そんな約束してたの？うん、みのりちゃんにはるかと昔馴染だって言ったらすごく羨ましがってたからさ。それで話す約束してたんだけど、すっかり忘れちゃってたんだよね。そうだったんだ。昔の話って少し恥ずかしいな。あの私、昔のあんちゃんの話も聞きたいな。え？私の？うん、小さい頃のあんちゃんってどんな感じだったんだろうって。別にいいけど、今とあんま変わんないと思うよ。ダメかな。そういうわけじゃないけど、ちょっと恥ずかしいだけ。でも私の話をするんだったら、あんの話もしなきゃいけなくなるんじゃない？
あー、確かにそっか。じゃあ話すと長くなりそうだし、ご飯食べながらにする？はい、お願いします。じゃあ何から話そっか。はい、二人はいつ知り合ったんですか？確か小学校2年くらいの時に同じクラスになったんだよね。うん、その時はそこまで話したことなかったんだけど、4年生でまた同じクラスになって、その時からよく話すようになったんだよね。じゃあその頃から仲良くなったんだね。仲良くっていうとまた違うのかも。アンとは全然性格が違ったから。だね、違うグループだったし、むしろ最初はあんま仲良くなかったかも。え、そうなの？うん、私が最初にハルカを意識したのは音楽の授業でハルカの歌声を聞いた時からかな。他の子はちょっと恥ずかしがったりふざけて歌ってたりしてたんだけど、ハルカは真面目っていうか、いつも真剣に歌っててさ、うまく言えないんだけど、あ、この子は他の子と違って真剣に音楽をやろうとしてるって思ったんだ。さすがはるかちゃん、その頃からストイックだったんだね。そこまで大げさなものじゃないけど、でもアイドルをやる以上歌はちゃんと勉強したかったし、真剣にやってたのは本当かな。すごいね。だから私も負けてられないなって、はるかよりも大きな声で歌おうと張り合ってたな。あの時のアン、すごく目立ってたよね。クラスのみんなで歌うとアンの歌声がすごく聞こえてたっけ。え、そんなだった？なんだか想像できるかも。アンちゃんの声すごく響くから。照れるな。でも私もアンの歌はもっと聴きたいって思ってたよ。そうなの？初耳なんだけど。まあ言ってなかったしね。もっと早く言ってよ。あの頃のハルカから聴きたかったな。今だから言えるんだってば。私もハルカちゃんからもっともっと褒められたい。今だけじゃなくて小さい頃のハルカちゃんからも。みのりみのりちゃんってすっごく素直だよね。そこまでハルカのことが好きなんだ。なんか可愛い。はい、大好きです。その音楽の授業で二人は仲良くなったの？仲良くなったのはもっと後かな。うん、それにその頃の私たちはお友達って感じじゃなかったかも。どっちかっていうとライバルだったよね。ライバル？うん、授業でバスケをやったんだけど、アンのいるチームと勝負することになったんだ。あー、あったね。それでいい感じの勝負になってさ、その時は引き分けで終わったんだけど、そこからお互い意識しちゃってさ、バスケ以外でもいろいろと張り合ったよね。うん、体育や音楽の授業もそうだし、給食の早食い競争もやったっけ。え、はるかちゃんが早食い？あ、でもそこまで意外じゃないかも。そうなの？私はびっくりしちゃったけど。そうだね。あとは勉強の勝負も提案したんだけど、それはいいって言われちゃったんだっけ。だってそれは勝負してもつまんないじゃん。あんちゃん、私もあんちゃんの気持ちわかるかも。勉強はちょっと自信ないし。でもはるかちゃんと勝負できるのならもっともっと頑張るよ。
本当？じゃあ今度やってみる？ぜひお願いします。アンちゃん、私たちもやる？あ、私はまあそのうちね。もうアンちゃんってば。けどあの時は楽しかったよね。勝負がついたらついたで、負けた方が次の勝負を宣言して。そうだね。でも結局バスケだけは何度やっても決着がつかなかったんだよね。そうそう、今やったらどっちが勝つのかな。今度フリースローで勝負でもしてみる？いいね、やろうやろう。二人ともすっごく仲良しだね。そうだね。それに、なんていうか、対等に勝負できるような関係なんだね。私はアンちゃんに背中を押してもらってばっかりなのに、二人はお互いに競い合って成長していったんだよね。なんだか、私よりもはるかちゃんの方が。はるかちゃん、お話を聞かせてくれてありがとう。どういたしまして。こんな話でよかったのかな。大した話はできなかったと思うけど大丈夫？もちろん。私が知らなかったはるかちゃんをいっぱいいっぱい聞かせてもらってすっごく嬉しい。もうほんと、昔のはるかちゃんを知れた嬉しさと、その場に入れなかったことの悲しみでいっぱいいっぱいだよ。そこまで？みのりちゃんって本当面白いね。ごめん電話だ。父さんかな。ちょっと出てくるね。じゃあ私はお手洗いに行ってこようかな。ごめん、ちょっと待ってて。二人とも昔から仲良しなんだね。うん、思った以上だった。昔のあんちゃんのことを知れて嬉しいのに、なんだか胸の奥がモヤモヤする。うん、すっごく楽しかったな。歌に真剣なはるかちゃんとか、負けず嫌いなはるかちゃんの話も聞けて、今まで以上にはるかちゃんの理解が深まったし。でも羨ましいよ。え？昔からはるかちゃんと仲良しだったこともそうだけど、隣に並んで絵になるところとか、対等な感じとか。あ、もしかして私もそう思ってたのかな。はるかちゃんとあんちゃんは昔から同じ目線でお互いを見てた。そんな気がするから羨ましいか。小羽ちゃん？あ、うん、実は私もそう思ってるのかも。え、小羽ちゃんも？うん、私はあんちゃんに支えてもらってばかりだから、はるかちゃんみたいにあんちゃんと対等な関係に慣れてない気がするっていうか、やっぱり相棒なら一緒に切磋琢磨っていうか、あんちゃんのことも支えられるようにならないとダメだよね。わかる、わかるよ。私もはるかちゃんにもっと頼ってほしいし、一緒に切磋琢磨したいし、並ぶと絵になるねって言われたい。みのりちゃん、小羽ちゃん、一緒に頑張ろう。はるかちゃんとあんちゃんの絆にはかなわないかもしれないけど、でも私だってはるかちゃんのことが好きだもん。だから堂々とはるかちゃんの隣に立てるように、もっともっともっと頑張らなきゃ。うん、そうだよね。
私もアンちゃんに自慢の相棒って言われたんだもん。もっと堂々としなきゃ。もう父さんってば、帰りにお使いなんて電話で頼まなくてもいいのに。あ、アン、電話終わったの？はるか、うん、全然何でもない話だったよ。っていうか、みのりちゃんってほんと可愛いよね。キラキラした目で、はるかの昔話聞いててさ。ちょっと大げさだけどね。でも、一緒に過ごしてても、私のことをちゃんと見ててくれるんだなって感じる。はるかのことがすっごく大事なんだろうね。ちょっと照れるな。でも、小羽もアンの話をすっごく真剣に聞いてたよね。私の昔話なんて聞いてもしょうがないと思うんだけどな。それほどアンのことが知りたいってことなんじゃない？私もみのりのことはもっと知りたいな。私に出会う前はどうしてたのかとか、小さい頃はどんなことが好きだったのかとか。あ、わかる。今度私も小羽に聞いてみよっかな。いいね。時間があれば今日聞いちゃうのもありだと思うけど。確かに、流れで聞いてみよっか。うん。二人ともお待たせ。ねえねえ、次なんだけどさ。うん、そろそろフニランに行く時間だよね。そんな時間だっけ。結構長居しちゃってたんだね。ごめん、次の予定全然考えてなかった。大丈夫だよ、はるかちゃん。ここにはフェニランマスターがいるから。フェニランマスター？マスターかどうかは分かんないけど、フェニランのことなら任せて。アンちゃんたちが楽しいって思えるように頑張るから。私もはるかちゃんをエスコートするよ。ありがとう。めちゃくちゃ気合い入ってるね。うん、よっぽど楽しみだったんだね。フェニランに来ることってあんまりないから、ちょっとワクワクするね。うんうん、なんかいつもと違って見えるよね。ナイトショーにはまだ時間あるね。少しみんなで回ってみようか。それなら小羽ちゃんの出番だね。小羽、フェニランのこと詳しいもんね。うん、みんなが楽しめるように頑張るよ。頑張らなくていいけど、どんな場所を案内してくれるのか楽しみだな。だね、頼りにしてるよ、お羽。うん、任せて。あ、なんだかこの辺りすっごく甘い匂いがする。なんだろう。この辺りはチュロスの屋台があるんだよ。ほら、あそこ。本当だ、あのチュロス屋さん、美味しいって有名だよね。うん、メイプル味とストロベリー味が有名だけど、私はプレーンが一番好きだな。え？なんで？トッピングされてるのも美味しいけど、ここのチュロスは生地にこだわってるから、プレーンが一番美味しいと思うんだ。でも好みは人それぞれだから、好きな味を食べていいよ。他の味もどれも美味しいし。全部食べてるんだ、さすが小羽ちゃん。期間限定とかもあるし、知らない味があると気になっちゃうんだ。すごいね、参考になるよ。そうだ、こうやって
で遊びながらフェニランの魅力を語る配信をしても面白いかも。お、それいいじゃん。だったらゲストは小羽だね。わ、私？うん、その時はよろしくね。緊張するけど、頑張るね。じゃあ、小羽おすすめのチュロスを食べながら散歩しよっか。もしよかったら観覧車に乗らない？すごく眺めが綺麗なんだよ。あ、いいね。行ってみようよ。うん、楽しみだな。ありがとう。こっちだよ。観覧車すごく良かったね。空も綺麗で。今日は晴れてたから遠くの方まで見えたね。観覧車ってたまに乗ると楽しいよね。すっごい高いところまで行くし、いろんなショーステージとかアトラクションとかいつもとは違った感じに見えて面白かった。よかった。私この観覧車から見える景色が好きなんだ。おすすめはね、ランドに入った時に乗って遊んだり散歩した一番最後にまた乗るの。そうすると最初と最後で違った景色が楽しめるんだよ。違った景色？遊ぶ前と後だと同じ景色でも印象が変わって見えるのはわかるな。確かに、あそこでショー見たなとか、あのアトラクション面白かったなとか思い出しながら乗れるしね。なるほど。じゃあ今日の帰りにまた乗ったら違った景色が見えるのかな。そうだね。時間に余裕があったら乗ってみようか。うん。何か乗りたいものある？乗りたいもの、あ、ジェットコースターは乗りたいな。はるかちゃんってジェットコースター好きなの？うん、落ちる感覚とか登っていくまでのドキドキする感じとか普段味わえない刺激があって好きなんだ。そうだったんだ。ちょっと意外だったかも。どうしよう、こういう絶叫ものって怖くて苦手だけど、でも無理して乗ってはるかちゃんに心配かけちゃったらダメだし、私は待ってようかな。みのりちゃん大丈夫？もし苦手なら無理しなくても。うん、ありがとう小羽ちゃん。あのはるかちゃん、私はジェットコースター。はるか、一緒に乗ろうか。うん、行こう。あ、わ、私も行く。え、みのりちゃん大丈夫？うん、全然大丈夫だよ。むしろ乗らせてください。お願いします。そんなに頼まなくてもいいって。それじゃあ一緒に乗ろうか。はい、よろしくお願いします。うん、でも一緒に乗れるなんて嬉しいな。みのり、こういうの苦手そうだなって思ってたから。あ、全然大丈夫だし大好きだよ。そうなんだ。見かけによらずって感じ。みのりちゃん、もしかして無理してるんじゃ。よーし、小羽、おすすめのジェットコースターまで案内お願いできる？あ、うん、こっちだよ。も
もうすぐジェットコースターの頂上だね。うん、この登っていく時がドキドキするんだよね。みのりちゃん、大丈夫？顔が真っ青だけど。うん、大丈夫。でも、やっぱり、やめておけばよかったかな、なんて。もうすぐ頂上だよ。ワクワクするな。嘘。気持ち悪い。みのり、大丈夫？大丈夫。ちょっとフラフラするだけで。大丈夫じゃなさそうだね。水とか買ってきた方がいいかもね。小羽、この辺に自販機ってある？うん、この辺りで一番近いのは。私は大丈夫だから。みのり、無理したらダメだよ。ここに座ってて。ううん、大丈夫。お水飲んだらすぐ良くなると思うし。そうだ、向こうの方に売ってたし、ちょっと買ってくる。あ、みのり、行っちゃった。大丈夫かな。はるかちゃんに心配かけちゃったな。はるかちゃんの隣に並びたくて、無理して迷惑かけちゃうなんて、私ダメだな。あら、みのり？え？ちゃん、しずくちゃん、どうしてここに？あの後、みんなで相談したら企画が順調にまとまったから、私たちもライトショーを見に来たの。ルカちゃんたちも一緒よ。こんにちは、みのりちゃん。みのりちゃん、僕たちもいるよ。愛梨ちゃんとしずくちゃんにお願いして連れてきてもらったんだよ。ライブショー楽しみだな。そうだったんだ。楽しんでね。みのり、そういえばはるかたちはどうしたの？一緒に回るって話じゃなかった？それに、なんだか元気がないように見えるけど、何かあったの？実はジェットコースターに乗ったら気持ち悪くなっちゃって、ちょっと水を買いに来たんだ。ジェットコースター？なんで乗ったのよ。実は。なるほどね。その幼馴染の子に張り合おうとしたら、はるかに迷惑かけて落ち込んでたってことね。うん、その子ははるかちゃんと並んでると絵になるし、アイドルじゃない昔のはるかちゃんも知ってるし、すっごくお似合いなんだ。私もはるかちゃんの隣に並べるようにって思って頑張ってたんだけど。でも、そんなに頑張らなくても大丈夫じゃないかしら。みのりちゃんは今のままでも、はるかちゃんの隣に並べていると思うわ。しずくちゃん。そうね。しずくちゃんも言う通りだと思うわ。それでも気になるのなら、はるかちゃんに、みのりちゃんの気持ちを話しちゃうのはどうかしら。え？私の？
そう、はるかちゃんのことをたくさん知りたい、隣にいたいって気持ち。でも私の一方的な気持ちだし、絶対はるかちゃんの迷惑になっちゃうよ。あら、迷惑なんかじゃないと思うわよ。そうだよ、私だから大切に思ってるよって言われたら、とってもとっても嬉しいよ。そうかな。ねえみのりちゃん、思い出してみて。え？はるかちゃんはファンからの思いを迷惑だと思うような子かしら。え？はるかちゃんはそんな子じゃないよ。ファンからもらった手紙は全部今も持ってるって言ってたし。そうでしょ？それなら大切な仲間のみのりちゃんの思いはなおさら真剣に受け止めてくれるわ。そして自分ができることを真剣に考えてくれるはずよ。それがはるかちゃんだってこと、誰よりもみのりちゃんが知ってるんじゃないかしら。うんうん、私もそう思うな。あ、確かにそうかも。頑張れみのりちゃん。ありがとうみんな。うまく言えるかわからないけど伝えてみる。うまくいくといいわね。うん、アイリちゃんとしずくちゃんもありがとう。変なところ見せちゃってごめんね。いつもの調子に戻ったみたいね。悩んでいるときはいつでも言ってね。私でよければ相談に乗るわ。うん、ありがとう。みのり。え、はるかちゃん、どうしたの？みのりのことが気になって探しに来ちゃった。あれ、アイリとしずく、どうしてここに？私たちもナイトショーを見に来たのよ。みんなと一緒にね。みんなと？あ、そういうことか。うん、みんなのおかげで元気をもらっちゃったんだ。そっか、じゃあ他のみんなにもよろしく。お互い楽しもうね。それとみのりをありがとう。ええ、また後でね。さようなら。桃井先輩と日の森先輩も来てたんだね。うん、さっき偶然会ったんだ。そうだったんだ。みのりちゃんも顔色良くなって安心したよ。心配させちゃってごめんね。でももう大丈夫だよ。よかった。でもまだ無理しちゃダメだよ。そうだ、噴水広場で休まない？大きめのベンチもあるし、ナイトショーが始まるまでゆっくりできるよ。お、いいね、さすが小羽。じゃあそこまで案内してくれる？わかった、行こう、みのりちゃん。大丈夫？うん、だいぶ良くなったよ。もう普通に歩けそう。ナイトショーが始まる頃には元気になってそうだね。ありがとう。でもごめんね、私のせいであんまりアトラクション乗れなくて。そんなの気にしなくていいって、こうやって見てるだけでも楽しいしさ。うん、今日みんなで一緒に回れただけでも楽しかったよ。
私も。それにね、ここは隠れフェニー君がいる場所でもあるから、みんなを案内したいなって思ってたんだ。隠れフェニー君？うん、フェニックスワンダーランドのあちこちにフェニー君の形をした模様やデザインがあるんだ。例えば、あのランプの足元とか、レストランの中やゲートの上にもあるんだよ。あ、知ってる。隠れフェニー君を紹介するサイトとかもあるんだよね。私も時々探してるけど、でも噴水にあるのは初めて知ったな。小羽、本当に詳しいんだね。うん、多分ネットに情報があるものは9割くらい見つけてると思う。え、そんなに？すごいね。でも隠れフェニー君か、懐かしいね。そういえば小学校の遠足で一緒に探したっけ。懐かしいな。え、そうなの？うん、クラスのみんなで全部の隠れフェニー君を探すんだって言ってね、園の隅々まで探したんだよ。まあ結局そんなに見つけられなかったんだけどさ。集合時間に遅れそうになって慌てて戻ったんだよね。懐かしいな。でもどこでどんなフェニー君見つけたかうっすらとしか覚えてないんだよね。私も小学生の頃の話だしね。あ、でも最後に見つけた隠れフェニー君の場所は覚えてるかも。あ、もしかして時計の下のフェニー君？そうそう、懐かしい。はるかちゃんの思い出の場所、私見てみたいな。それじゃあ一緒に行ってみる？場所も覚えてるから案内できるよ。うん、行こう行こう。確かこの辺りに時計が。あれ？なくなってる。あれ？確かここにあったよね。もしかして場所間違えた？もしかして撤去されちゃったのかな。あー、そうかも。最近回収とかやってたみたいだし。残念だね。もしかしたら私も何か役に立てるかもしれないし。二人ともありがとう。でも見つかるかな。隠れフェニー君が減ったって話は聞かないから、もしかしたら別の場所にあるのかも。ねえ、あんちゃん、その時計ってどんな感じだったか聞いてもいい？その時計は緑色で背が高くてちょっとレトロな感じだったよ。その時計見たことあるかも。確か写真も撮ってあるよ。あ、これかな。あ、これだよ小羽。この時計のところに隠れフェニー君がいたんだよ。小羽ちゃんすごい。じゃあこの時計の場所に行ってみよう。あ、あった、あそこだよ。本当だ、あの時計小学校の頃に見た時と変わってない。それじゃあフェニー君ももしかしたらそのままあるかも。そうだね、隠れフェニー君は確かこの辺りに。あ、いた、はるか、いたよ、隠れフェニー君。あ、本当だ、よかった見つかって。このフェニー君、あの頃と何も変わってないね。うん、懐かしいね。まさかまた見つけられるなんて思わなかったな。見つかってよかったね、思い出のフェニー君。うん、小羽ちゃんのおかげだよ。はるかちゃんたちが笑顔になってよかった。あ、っていうかもうショーが始まる時間じゃない？ほんとだ、急いで行かなきゃ。みんな、こ
ね。それにしても高校生になってからも遥と遊園地に行く仲になってるなんて、知り合ったばかりの頃は想像もつかなかったな。そうだね。しかもナイトショーも一緒に見られるなんてさ、本当に何が起こるかわからないよね。そうだね。二人とも楽しそうだね。うん。やっぱりアンちゃんとハルカちゃんって並んでるとすごく絵になるな。それだけじゃない、ハルカちゃんはアンちゃんのことをたくさん知ってて、アンちゃんはハルカちゃんといるとすごく楽しそう。私はハルカちゃんみたいにたくさんアンちゃんのことを知らない。それは寂しいけど、でも兄ちゃんが笑ってくれているなら嬉しいな。ナイトショーすっごく良かったね。うんうん、魔法をかけるし、すっごくドキドキしたよ。イルミネーションのせいかな、いつも見てるアトラクションもなんだか違う感じに見えたよね。あ、そうだ、次は観覧車の中からナイトショーを見てみたいな。いいじゃんそれ、空の上から見るとどんな感じに見えるんだろう。今度一緒に行こうよ。うん、私もアンちゃんと一緒に見たいな。じゃあそろそろ解散にしよっか。うん、そうだね。小羽、みのりちゃん、今日は誘ってくれてありがとう。すっごく楽しかった。私もすっごくすっごく楽しかったよ。はるかちゃんの昔話も聞けたし。それは別に覚えてなくていいけど。でも私も聞けてよかったな。はるかちゃんがあんちゃんの大切なお友達だってことも改めて分かったし、これからも仲良くしてもらえると嬉しいな。うん、もちろん、これからもよろしくね。うん。じゃあ私はこれで。あ、ちょっと待って、ごはね、もう少し付き合ってよ。え？いいけど。今日は誘ってくれてありがとう、みのり。すごく楽しい一日を過ごせたよ。うん、こちらこそ来てくれてありがとう。何もできなくてごめんね。私もごめん。みのり、今日ちょっと元気なかったよね。何か無理させちゃってるんじゃないかって思ってたの。無理とかじゃないんだけど、今日あんちゃんが昔のはるかちゃんの話をしてくれたでしょ。うん。その時ね、私、はるかちゃんのこと何も知らないんだなって思ったの。え？あ、もちろんアイドルのはるかちゃんのことなら誰にも負けないくらい知ってるよ。でもアイドルじゃないはるかちゃんのことは何も知らないんだなって今日気づいたんだ。ジェットコースターが好きなこともかっこいい服も着こなせちゃうところも、負けず嫌いなところも、全部今日初めて知ったんだ。みのり、憧れのはるかちゃんの近くにいて知らなかったことがこんなにたくさんあるんだっ
私の知らないはるかちゃんをたくさん知ってるあんちゃんが羨ましくて、何も知らなかったことが寂しくて、それで今日無理してジェットコースターに乗っちゃったんだ。そうだったんだ。そんなこと考えてたんだね。あ、ごめんね。こんなこと言われても迷惑だよね。あの、全然忘れてくれていいから。ううん、忘れないよ。だってすごく嬉しいから。え？嬉しい？うん、だってみのりがアイドル以外の私を知りたいって思ってくれたんだから。みのりはファンとしてじゃなくて友達として私のことをもっと知りたいって思ってくれたんだよね。それってすごく嬉しいことだよ。本当？うん、話してくれてありがとう、みのり。でも、もう無理はしないでね。今のままのみのりが私は好きなんだから。はるかちゃん、ありがとう。私、これからはるかちゃんのことたくさん勉強するね。それで、いつか誰よりもはるかちゃんに詳しくなるから。ありがとう。私にもみのりのことをたくさん教えてね。うん、ありがとう、はるかちゃん。本当に今日は誘ってくれてありがとうね。すっごく楽しかったよ。特に最後のナイトショー、初めて見たけどすっごく綺麗で見られてよかった。私も楽しかったよ。いつかあんちゃんとナイトショーを見たいなって思ってたんだ。時期によっても演出が変わるから、また一緒に見に来たいな。そうなんだ。それじゃあその時、また誘ってよ。うん。それで、あんちゃんどうしたの？あ、うん。今日のごはね、なんだかちょっと変じゃなかった？服を買ってる時とか、ナイトショーの時、なんか微妙な顔してたっていうか。え？あ、ううん、なんでもないよ。あんちゃん、なんでも着こなせてかっこいいな、とか、あんちゃんが楽しそうで嬉しいなって思ってただけ。小羽ね。あのね、私が今日楽しかったのは、小羽が一緒にいたおかげだよ。え？小羽がセッティングしてくれたってこともあるけど、いろいろ気を使ってくれてたでしょ？ほら、時計の隠れフェニックも見つけてくれたし。あ、でもあれは、たまたま覚えてただけだよ。もう、例に出していただけで、他にもたくさんあるの。本当に、ありがとね、小羽ね。あんちゃん。でさ、小羽ね言ってたじゃん？帰りに観覧車乗ると、また違った景色に見えるって。それ、最後に二人で乗ってみない？え、いいの？もちろん。今日の最後の思い出、一緒に作ろうよ。うん。じゃあ、観覧車は向こうだね。ちょっと歩くけど。大丈夫、大丈夫。イルミネーション見ながら散歩しようよ。あれ？あんちゃん、どうしたの？ごはね、あそこの噴水って、さっきとちょっと違くない？え？ほら、噴水の真ん中にあるフェニックの足元、ちょっと影になってるところ、模様に見えない？あ、本当だ。もしかして隠れフェニック？あんなところにあったなんて、ファンの間でも知られてないよ。
私たちだけかもしれないってこと？すごいじゃん。ねえ、この子、私たちの秘密の隠れフェニックにしようよ。私とアンちゃんの？そう、今日の思い出にさ。やっぱりアンちゃんの笑顔、すっごく眩しいな。ちょっと寂しいなって思うこともあったけど、そんなこと考える必要なかったんだよね。アンちゃんの笑顔をずっと隣で見続けていたいな。